カルビうどんにしようかなと思ってですね。これうどんはね、コリアンうどんですね。韓国式のうどんですね。あと、このスンドゥプチゲの素は業務スーパーで買ったやつ。と、カルビクッパ用のスープですね。モランポン。組み合わせて作ろうかなと思っております。野菜たっぷりでいきます。はい、できました。今日はこのカルビうどんですね。うどんも韓国風の、韓国式のうどんを使ったので、あとはこの辛いスープ、カルビスープですね。肉も1日かけて煮込んでるんで、柔らかく牛肉はなってるかなと思いますので、これいってみます。今日はね、クリアサヒ、桜の宴でいきます。うまい。じゃあこのね、カルビうどんですね。これを生かしていただきますよ。まずこのカルビスープですね。美味しい。バッチリじゃないですか。じゃあこのうどんですね。韓国式の。だいぶもちもちですね、これ。ああ、うまい。うん。汁を吸い込みますね、これね。もちもちですよ。じゃあこの肉いきます、カルビの。うまいです。うどんがすごいな。この、タケノコも。タケノコもあんま、野菜めちゃくちゃ入れてるんですよね。うどんのコシがやばいんですよ。じゃあ最後に行きます。ゆっくり食べます。今日は天気いいっすね。またでも月曜かな、雨降るとか言ってんの。雨じゃねえや。雪か。月曜ですかね、雪降るとか言ってんのはね。もうね、寒いの終わってほしいなと思うんですけど、来週また木曜日ぐらいがまた寒くなるとかね。またあれですね、モネちゃんが明日か。初耳学未公開あるんですね。それで出るみたいですね。2月13日日曜日の放送の日曜日の初耳学は、インタビュアー林修のコーナーで未公開映像スペシャルを放送する。これまで総勢40組ほどの俳優やアーティストなどが登場し、さまざまな金言を残してきたインタビュアー林修。だからいつからでもね、初耳学って林先生がインタビューするようになったのか、ちょっと僕は記憶は定かではないんですけど、それまでそんな番組じゃなかったですよね。で、今回はそれまでインタビューの中からカリスマたちの未公開映像を集めて放送する。まあ、大泉洋さん、あと渡辺直美さんですかね。次々と夢を叶えてきた渡辺直美の並外れた行動力を語るエピソード。で、あと、ね、先週出たモネちゃんですよね。上白石モネが過酷だったと振り返る受験の裏で起こった大きな奇跡。これ多分、過酷な受験っていうのは、明大入るときなんですかね。林先生もね、予備校の先生で、講師ですからね、やっぱ受験に対するね、話はいろいろできるのかなと思ってます。あとまあ、グリーンです。グリーンもやったのか。司会とアーティストの二刀流で活躍するグリーンの知られざる結成&デビュー秘話。あの、グリーンの奇跡でしたっけ？映画もね、なんかそういう話でしたよね。あれ確か菅田将暉さんでしたっけ？あの、誰の人生にも役立つカリスマたちの金言の数々。それがまた明日の2月13日午後10時からだそうです。これはまあでもちょっとだろうから、まあ録画まではいいかなと思ってますけどね。次回、そっか、明日もしかしてあれです、鬼滅の刃最終回かな。それはちょっと、まああとこれ僕見てたんですけど聞き逃したやつがあって、モネちゃんがね、セカクラ出たんですね。その時、まあセカクラってモネちゃんあんまり活躍しないんで、そんな僕見てないんですけど、その中ちょっと喋った言葉もあるっていうのが出てますね。2時間スペシャルで欲しいものを明かしたと。ただこの話は僕別の番組で聞いたことがある欲しいものですね。しゃべくり7でも同じこと言ってたやつですね。世界のお金持ちが特集されたこの日、スタジオでは高額だけど欲しいものについて話題に。 MC を務める上白石萌音は防音室が欲しい、防音のね、部屋が欲しいと明かしたと。番組で約30万円の簡易防音室が紹介された。これしゃべくりと同じようなパターンってことですかね。アンタッチャブルの山崎から、そんなに声大きいのとツッコミが飛ぶと、上白石は家とかで歌ったりするのでと、ミュージカル出演やアーティスト活動の練習のためだと告白。
まあ残りしゃべくりと一緒です。現在は特に対策せずに発声練習をしているそうで、まだ苦情は来てないんですけど怖いのでちょっとご近所さんのためにもと語ったってことですけど、でこれには歌舞伎俳優の市川海老蔵も共感し、声量を調整しちゃいますよねと、どうしても控えめになってしまうとコメント。上白石もそうなんですよねと返し、同じ悩みを分かち合っていた。僕何で見たのかな、なんかインタビューかいろいろに書いてあったのかなんだろうな、ちょっと何で読んだか忘れましたけど、モネちゃんがモカちゃんと一緒に住んでるマンションって確かピアノ OK な家っていうのを僕読んだことがあるんですよ。ピアノ OK のマンションっていうのはある程度防音になってるマンションじゃないのかなって僕思うんですよね。僕うちのマンションそういえば1階に住んでる人はピアノの音がたまに聞こえるんですよね。あれどういうピアノかちょっと僕は分かんないんですけど、それじゃピアノ OK だよって書いてあるマンションって僕のイメージだと防音してあるところかなと。前やっぱり僕が都内に住んでた時に近所でピアノの大丈夫、音楽系大丈夫っていう割とこうなんていうんですかね、セレブなマンションがあったんですけど、そこからピアノの音色がポロ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 よく聞こえてきたんですけど、なら普通のねアパートとかマンションだといくら部屋広くてもピアノ置いたらね音漏れるしなっていうところかな。まあ一軒家だったらねいいでしょうけどねと思うんですけど、うちのマンションでだってねエレベーターの中で張り紙がされるんですよ。部屋の中でエレキギターの音が聞こえるんで、あの何夜弾くのやめてくださいとかね、張り紙されて、あの管理人が張り紙してるのとか見たことあるんで、さすがに僕エレキのギターはアコースティックは弾きますけどエレキのギターはなかなか弾かないので、僕のことではないなと思ってるんですけど、だからそれよりはねピアノの方が僕は音が大きいと思うんで、ピアノが OK のマンションであればそこそこ声を張っても漏れないんじゃないかなと勝手に思ってます。まあそんな感じですかね。また明日ちょっと初耳学見てみようかなと思います。こんな感じです。